いつもの可愛いカジちゃんも俺すごい好きなんだけど、はい、最近ちょっとクールなのあんまり見てない気がする。クールめな、クールめな感じも。久々に会いたい、会いたいよね、会いたい、ね、グレー使うの、使わないでしょ、怖いでしょ、もう怖いです、ね、どう、グレーは克服しました。お、皆さんこんにちは、ヘアメイクの川北です。スペシャルゲストにお越しいただきました、カジちゃんです。よろしくお願いします。いや、やっと来てくれたの。やっと来れました。お忙しいから嬉しいです。一緒にさ、ロケもしたじゃん、2人で。懐かしいですね、ビューティフォーで。あれ結構寒かったよね。寒かったです。普通に震えてましたもん、常に。記憶が震えてた、ね、凍えてたことしかないぐらい。分かる分かる、寒かったですよね。寒かった、うん、朝から、ね、朝から夕方まで、夕方まで一緒に頑張りました。頑張りましたから、ぜひそちらもね、はい、見ていただけたらと思います。見ていただきたい。なんか、カジちゃんちょっと告知があって、うん、私、はい、実は本を出版することに。何？フォトブックというか、うん、ちょっとビューティーフォトブックから、うん、ボディだったり、はいはいはい、もちろんメイクだったりとか、うんうんうん、まあ、あと私腸活っていう体のことでいろいろこう今特集していただいたりしているので、そういうご飯のレシピだったりとか、割と今の私がぎっしり詰まった一冊をね。ちょっと教えてよ、腸活なんか。これやっときなって。腸もみ。あ、腸をね、もむのね。この肋骨下と、ここ骨盤の上あたりを30秒こうグイグイ揉みほぐすと、朝から立派なバナナみたいなのがたっぷり出るんですよ。やっぱそっからお肌も綺麗になるじゃないですか。いや、それ大事よね。大事。やっぱり便秘になっちゃうと肌がね、荒れちゃう、うん、すぐでしょ。やっぱ肌が綺麗だと心も明るくなるので。なります。はい、ハッピーマインドってことで、やっぱ腸活、美肌、ね、うんちを出すという、うん、本当に大事なこと、はい、何を食べて何を出すかっていうね。どうして、うんちの本みたいにまとまっちゃってる。いや、いいじゃないですか、うんち本ということで。今日はちょっとメイクさせて、はい、はい、よろしくお願いします。スキンケアは終わってますよね。はい、終わってます。はい、カジちゃん肌弱いんだよね。そうなんです、敏感肌で、ね、それが悩みだったりします、うんうん、なんか気をつけてることとかは。私はでも初めて川北さんにお会いした時ぐらいに、やっぱ摩擦、気にしが良くないとか、うんうんうん、教えていただいて、実はそれずっと守って、いい洗顔の時とか犬を撫でるようにじゃないですか。優しくねってやったりとか、うん、それ大事。ではではでは行きましょう。はい、スキンケア終わってます。保湿ちゃんと終わってる中で、はい、余計な油分だけね、メイク前は軽く抑えましょうと。はい、はい、ね、はい、まあもうベースをトントントンと、はい、まあ、ちょっと日焼けしたくないなという時はね、重ね塗りしていただいたりとかね、はい、していただきたい。でもうあとはバーッと広げましょう。もう優しくね、優しく。優しいです。結構優しいでしょ。私も川北さんのタッチは優しいと思いますね。指もね、もう肉球のような指しております。びっくりするぐらい。で、あとはもうね、このファンシーラーでさささとクマのところね、はい、で、カジちゃんはちょっと肌がさ、いい意味で褐色じゃないですか、少しね、はい、なんでオレンジとこのベージュを混ぜます。混ぜた方が、うん、馴染みます。馴染む、はい、つけてますって感じ、はい、あと自分の肌にぴったりくるっていうか、変に白く浮いてこない、ね、うん、テレビの時はどうしてる。ちょっと白目にする。そうですね、ちょっと白目にしたら、でも私、うんうんうん、たまにこうツヤ入れすぎるとまたちょっとあれですよね、テレビだとこうテカテカテラになっちゃうでしょ、とか、ちょっと日々そこら辺は研究中だったりして、うん、お肌って難しいなって、ね、ライトですね、ライト、ライト、まあ、ライトによって僕もやっぱりベースを変えるんで、うん、テレビの時はもうどっちかというとマットに仕上げないと、なるほど、すっごい偉いことになるんで、ツヤツヤになっちゃいますよね。なっちゃうんですよ。顔はもちろん小さいですが、それでも入れます。だって顔はやっぱりもっとちっちゃく見せたいでしょ、やっぱり。そうですよね、大きく見せたい、ね、小さく見せたい、見せたい。そうでしょ。やっぱりね、どんだけ顔が小さくてもそうなのよ、うん、小顔っていうのは永遠の女子の憧れ、憧れだよね、うん、ここまでで、はい、もうベースメイク終了。どう、ちょっとお肌は。お、すごい、いい感じのツヤと、うん、あ、でもやっぱこう入れた方がより締まって、ね、締まりますよね。ここはちょっとこうグッと見えて、うんうん、ツヤっぽいし、はい、でツヤがあるのは頬だけって感じにしてるんで、全然決してテカテカとかそういうことじゃなくて。そうなの、そうなの、うん、そうなの、綺麗、うん、
ちょっとかっこよくいきたいよね。いつものかわいいカジちゃんも俺すごい好きなんだけど、はい、なんか最近ちょっとクールなのあんまり見てない気がするの。どう？うん、クールメイクとかってあんまりない。確かに自分でもしなくなってきちゃったので。え？ちょっと忘れ始めてる手が。ナチュラルになってきちゃってるもんね。そうですね、クールめな、クールめな感じも。久々に会いたい。会いたいよね。会いたい、ね、じゃあ今日グレー使いましょう。グレー、はい、グレー難しそう。グレーアンブラン使わないでしょ。怖いでしょ。怖いです。いや、このグレーすごいんです。うっすらこうスーッと入れます。これでちょっと一回チェックしてください。はい、どうぞ。お、暗くない。なんかそうなんです。なんか逆に目元が明るくなるぐらい。そう、薄いグレー入れるとちょっと透明感がパンとくるんですよ。これだったらすごくかっこよく決まるかなと、はい、このちょっとモーブっぽいのあるでしょ、はい、これ使います。ちょっとこれを重ねます。もう別に本当は例えばこれで今日ね、お疲れ様って帰るときはこのままクリームシャドウだけでもいいんですけど、もう少し今日はかっこいいカジちゃんをね見せたいなと思ってます。怖いと思うんですけどね、うん、怖い。本当に失敗談しかないんですよ。大丈夫、グレーは私失敗しないんで。ちゃんとね、色のバランス考えてますから。はい、これどうですか。おー、これモーブ入れたんで、まだ足せる。まだいけるでしょ。まだいける。でグレーのクリームシャドウを使う時のコツはあんまり深く入れてなかったでしょ、うん、ちょっとこう二重幅のところにさっと入れる感じなんですけど、それだけで結構メイク感出てくるんで新しい顔になると思います。なんか大人でちょっとこう素敵な感じ、うん、そうですね。このブラウンのライナーでもうさっと引いていきます。このブラウンですね。ここ黒にしてももちろんいいんですよ。もちろんいいんですけども、なんかこう抜けも欲しいじゃないですか。黒にしちゃうと多分コントラストがまあ、バッチリ決まっちゃうんですね。黒からのグレーってすごい綺麗なんですけど、ね、ちょっとメイク感ドーンと出てくるんで、目力は欲しいんですけど、ちょっと、あ、これじゃなかったかな。そうそう、強すぎたぞみたいな。今度このグレー使います。グレー、またグレーに、グレーを。またグレーいきます。でこれをこのブラウンにちょっと混ぜて締め色をもう少し濃くしていきます。わ、どうよ、これはどう。すごい、インサイドとか引かなくても透明感結構出るんですよ。グレーのパウダーシャドウって、粘膜は白でしょ、はい、その上のグレーが入ってくると別にそんなにね喧嘩しないっていうか、うん、その粘膜の白がそんなに気にならないんですよ。チェックワントゥー、チェックワントゥーしてください。どう？すごい綺麗です。グレーってこんなにいいんだ。もうガイドに沿って描くだけ、まあ、特にねこのアンダーラインだけちゃんと描いてあげたらもう誰でも描きます。これはカジちゃん眉毛は自分でも描くでしょ。だし今マスクもするから目元大事だし、眉毛結構ちゃんと打てる。あ、するようになった。するようになりました。眉毛で顔変われるからね。ね、カジちゃんは自分でどっち、球心遠心どっちだと思ってるの。球心ちょっと寄ってる、うん、うん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 、あんまり目頭の方に寄せて描かないって感じね、いつもですね、うん、でグレーを使った時は少し柔らかく描いてあげてもいいのかしらと、はい、太さが少しこう出たでしょ、元の輪郭に、うんうん、どう、素敵。これはもうさっとさです。これもうっすらねできちゃう、はい、全然また良くなるよね、はい、さらに馴染んで、馴染みました。ちょっと一瞬こっちだけ、あ、綺麗。ブラウンリップ合わせてしまえばもう出来上がりじゃない。これでどうかな、雰囲気かなりグレーグレーしてないと思います。でカジちゃんの場合は唇ぷっくりしてるから、これ思いっきり塗っちゃってもいいし、これあえてちょっと小さめに塗ってなじますってやり方でもいいと思う、うん、これでうんうんってやって、うん、塗り終わったら最後ここでぼかす、トン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 、これ大事かも。知的で大人のいい女感というか、グレーを、うん、めちゃくちゃかっこいいと思う。ちょっと巻きましょう、はい、
もうふわっと軽く巻いていくだけです。お、いいじゃん。いいですかね、うん、大人の女性感が。え、出ましたよ、うん、こんだけ巻いとけばさ、ぶっちゃけ何でもできるじゃないですか、うん、やっぱりここ見せたいなと思ったら、うん、こういうこともできると思うので、ここが落ちてるだけ、ここ巻くね、この前髪をこうちょっと落としてるだけでも雰囲気全然違うでしょ、うん、確かに。かっこよくない？どう、うん、かっこいいですね。はい、じゃあどう、グレーは克服しました。お、意外と簡単に自分でも取り入れられそうな感じがちょっと角田さんのこう動き見ててしたので、ちょっと新しいんじゃない。新しいね、久々に会いました、こういう自分に。いやいや、かっこいいよ。いや、リップ今年ブラウンいくぞとかっていう方はね、こういうグレーとかでね、うん、わざと外してやったりとか、もういいかなと思って。いいよ、本当に。本当ですか。ちょっと褐色の肌にグレーって、うん、あのかなりかっこよく見えるかな。合いますかね。うん、やっとメイクできました。嬉しいです。では皆さん、またバイバイ。もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。